はいいじゃあよろししくお願いしますえー、今回は高校受験対策の刺しシリーズ第56弾やっていきましょうで問題8問ありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれじゃあ画面下げますのでお待ちくださいよっよっ ほこのようかなよしじゃあやっていきましょうでえー、とー、まあ、前回がねちょっと難しめのを取り上げたんですが、まあ、今回結構オーソドックスなところかなと思います。でまず一番に関しては、えー、よく出てくるね引き算と割り算入ってるから計算の順序順番ですね割り算が先ですよと。 でまあ、これ6割るス2やる方もいると思うんですけど自分とマイナスまで入れちゃう方が楽だなって思ってる人なので割をやりましょうとでそうするとマイナス割る、えっと、マイナスなんでプラスになって6割る2だからここがプラス3になりますねそうすると赤の波線の部分がプラス3に変わったので4プラス3になるから4たす3だから7とこれで終了 で、2番は、まず2乗ですね。これ展開しなきゃいけないから、公式を使っていきましょう。で、公式使うと、左側の2乗です。まずね、左側。で、ルート5の2乗。ルートは2乗すると、ルートが外れるので、中身が出てきます。5。で、次が、自分がよく言うのはね、ここと、ここと、この2をかける。次が。だから、ルート5かけるマイナス1かける2をすると、マイナス2ルート5になります。かけるとね。 で後ろ今度マイナス1の2乗ですつまりプラス1になるこれが括弧の中身を展開したものです、まあ、つまり左の2乗を真ん中がトントントンをかけるで最後に右の2乗ですねであとはルート20です、えー、こいつは 4×5 ですね 4×5 で4っていうのが2の2乗になっているので外に2が出てきます でも5は出てこれないんでルートの中にね留守番だよっていうことになるから2ルート5とルート20ね2ルート5に変わりますとでそうするとルート5とルート5なんでこう計算できますしかもマイナス2プラス2だから消えるんですねこれね0になっちゃうつまり5プラス1だけ残るんで答えは6になりますよとで次ですこれちょっとめんどくさいですね でこれはえっ、ー、と公式をねまあなんだろう進学塾とか言ってるとね割とこう技を知ってる方もいるかもしれないんですが、まあ、基本的にこれは公式ではなくて中学校の範囲だとね公式ではなくってえっ、ー、と全部掛けを使っていきます自分が言うやつ全部掛けね4回掛けます 2x と 3x2x と -1 次こっちプラス1と 3x プラス1と -1 っていう4回をかけていく全部掛けです全部かけていくと で 2x と 3x をかけると、えー、6x2、えー、乗 2x とマイナス1をかけるとマイナス 2x、えー、プラス1と 3x でプラス 3x プラス1とマイナス1でマイナス1とこうなります。まあ、ちょっと先読みできる方はねここあ x と x だから計算できるから1だねってあ1っていうかプラス x ね。ってやっておくと、えー、書くものが減るからね書くものが減れば減るほど計算ミスって減るから。 できるならやっいいいた方がいいかもで次気をつけるのはマイナス括弧だからねつまりマイナスで括弧の中にこの展開したものを入れていきますまた同じです全部がけ 6x2 乗えっとこことここでプラス 2x こことここでマイナス 3x だからさっきくっつけちゃおうかマイナス x で後ろ同士がマイナス1とこうなります。 で今からまとめていくんですけど括弧の前にマイナスがいるからこいつ配る必要があります分配法則で外しますね中身を配っていくと、まあ、これはマイナス6乗に変わりますここもプラスに変わるしここもプラスに変わるっていう非常にミスしやすいとこなのでこれ気をつけてくださいであとは x 乗同士 x 同士えっ、ー、と文字がくっついてない同士を計算していくと 消えますこれマイナスとプラスだからねマイナス1とプラス1も消えますこいつは消えませんということで残るのが2、X、だけっていうこの年のこの都道府県はさここもそうだけど消させたがるよね綺麗にさせたがるっていうまあほんと今数学やってんなって感じはするけどさで次ですで4番はちょっと2つのアプローチを紹介します多分、えー、と多かった方多かったのはね 展開して、分配して、全部左辺に持ってくるって一番ね、一番オーソドックスな、ちゃんと整理しましょうってやつも、それから行きましょう。これね、公式です。展開すると、中身がね、パーツが xx1 と1っていう、パーツが同じ状態。xx と11。で、符号がプラスとマイナスで違うときっていうのは、左側のパーツ、x ね、の2乗を、マイナス右のパーツ、今1ね。 の2乗だからこうなりますいいかな。で、右側を分配すると 3x プラス3となるで、全部左辺に持ってきますそうすると -3x-4 イコール0ね右辺、右側には何もなくなって全部持ってきたんでイコール0ですで、これ因数分解するとかけて -4 足して -3 の数字のコンビを探したい でまあ41とか22、まあ、とかあるけどもこれ探すと「マイナス4と「プラス +1」っていう数字のコンビが見つかります。かけてマイナス4足してマイナス3になってるね。じゃあこうなりましただから、X、答えは、まあ、ここの数字ね「マイナス4と「プラス +1」の符号を変えたものっていう「4」と「マイナス1です。 多分前回さ、これなんでこれがこうできるかって多分紹介しなかった気がするんで、まあ紹介したりしなかったらちょっと申し訳ないんだけど、今回紹介しましょうか。これね、なんでこうなるかって、ここのマイナス4とプラス1を変えるかっていうとちょ、あえてこう書きますね。カッコとカッコの間くっついてるってことは掛け算が隠れております。で、カッコをひとまとめ、一つの塊としてみると、 え、四角と丸をかけて、二つのあるものをかけて0にしたいんです。かけて0になるにはどうするかそれは、こいつが0になるか、こいつが0になればいいんです。どっちかが0になれば、かけて0になりますよね。ってことで、こいつが0を考えると x、x-4 が0なんです。つまり、-4 を移行するときに符号が変わるから、x が4が出てきます。こっちも同じです。プラス1イコール0。 移行するときに符号が変わるから x イコールマイナス1となるのでえこうやって答えはここのね符号を変えたものが出てくると。で毎回毎回これやるのも大変時間かかっちゃうのでまあこうやっちゃっていいよっていう話ただいいただよあんまり効率入試ではそんなに出てこないですけどこの括弧の中身こっちにしようか括弧の中身がこうなったりするときありますップラス1です。 それでこの技を使っちゃうとくらえますなぜかっていうとここです。さっきと同じ考えでいくと 2x+1 が0になればいいんだよね括弧の中身が。これ計算すると 2x=1 移行してマイナスもちろんこれ答えじゃないですよね。ここに2がくっついてるから2で割ってマイナス2分の1というこれが答えになります。右の括弧の部分はね。いいかなこういうのも出てきますので必ずこれが 頭にある状態でこの技を使ってください。じゃないと変なミス出てしまうからね。で、まあこれを紹介したかったんじゃないんで、ちょっと話長くなって申し訳ないんだけど、えー、今回おそらくまあほとんどの方がこっちで解いてると思いますが、まあこういうアプローチもあるよっていうのを一応ちょっと覚えておいた紹介させてください。ちょっと下の線が切れたな。すいません。もうちょっと上あった。きっとこれなら見えてるでしょう。オッケー。 で何かっていうとですねこれ括弧の中身が x+1 共通なんですよねだから展開せずにまるまるちょっとこっち持ってきます左辺そうすると x 1 x マス1ス3、えー、こうなりますよねさあこうなった時何をやりたいかっていうとッコの中身が同じだからあくくり出し使えるじゃんって思いますくくり出しです共通項、同じものを前に出すやつですだから ここ一塊ね、こいつ。こいつもここ一塊です。だからこいつ共通なんで前に出します。これくくり出しってやつ。で、出したら残ったものを全部後ろの括弧に入れます。今、こっからこれ取ったから残ったのは x-1 ですよね。ここから残ったのはこれ取ったからマイナス3が残ってるからマイナス3をこう入れてこうなるんです。これくくり出しです。 後ろの括弧計算しましょうマイナスするとマイナス4となってこれと一緒ですね順番違いますけど同じ答えいけますよっていう。でなんで今回これ紹介したかっていうと、まあ、もちろんねいいんだよこっちで本番。いいんですけど自分がねよく思っているのが、まあ、自分はもともとケアレスミスがすごい多いタイプででどれだけ早く解けるかっていうのを追求していってその同じね 試験時間45分とか50分の間に人よりもいっぱい問題解けるようにする。2週3週で解けるようにしてケアレスミスを発見しやすいように練習をしてきました。それでケアレスミスを減らしたタイプなんですけど、その中で数学ってさ、まあ、この辺とか、まあ、解き方は大体人の一通りになっちゃうけど、アプローチの仕方、解き方って複数あっていいんですよね、数学っていうのは。絶対これで解けよってわけじゃないからさ。らこれも 全部展開して綺麗にするバージョンと、さっきみたいにくくり出しのバージョンの2個、もし思いついたら、1回目展開でやりましたと。2回目繰り返すときに、じゃあ今回はこっちじゃなくて、さっきせっかく思いついたし、くくり出しでやってみようってやるじゃん。で、2個違うアプローチ、ね、違う道をたどったのに、同じ答えにたどり着いたらさ、かなり安心感あるよね。やり直しとしての精度も上がる。だから、あの、複数の、 解き方解放を思いつくってすごく素敵なことなの。力も伸びるし。そう。だから紹介させてもらいました。まあ絶対覚えろっていうわけじゃないんだけれども、まあこういう解き方もあるんだなって、も興味持った方はぜひ覚えておいてください。では行きましょう。えー、最近、えー、効率入試で増えたなと思う問題です。この問題。えー、ちょっとここね、省略しましたけど、500円出して、えっ、ー、と、買ったのが A 円の鉛筆5本と B 円の消しゴム1個ですね。えー、買ったら、お釣りがありましたと。 でこれをこの数量関係を式に表しますあ不等式で表しなさいっていう問題で、まあ、このタイプっていうのは500円っていう出したお金と買ったものっていう値段を比べる問題なのねでまあ500先に書いてもいいんだけど一応左側が文字の方が綺麗いなので買ったものいきます今ねえっと A 円のもの鉛筆5本と B 円の消しゴム1個なんで、まあ、1B って書けないからねこれ買ったものですわこれいいね A 5A を5個、B、を1個個 B B 買ったからプラスですこれと500円を比べてはいどっちが大きかったですかどっちが高いですかみたいな話です今不等式だからね不等式っていうのは、えー、大なりとか大なりイコール小なりイコール小なりってありますねこれをどれ使うんじゃいっていう話でえっ、ー、と考え方としては お釣りがあったっていうことは、まず第一段階。お釣りがあったっていうことは、買ったお金と出したお金、どっちが高いですかって、ここは分かってほしい。なぜかっていうと、こっちだよね。500が多くなる。だって、出したお金の方が大きくなかったら買えないし、物。店員さんに、え、足りませんけどってなるよね。いかん。だからこうなる。 で、第2段階としてめちゃくちゃ大事なのが、ここにイコールが入りますかつまり、入るバージョンと入んないバージョンがある。どっちだっていう。おそらく500の方が多いっていうのはだいたいわかる方が多いです、説明で。ここです、ポイントは。で、実際今回の答えはこっちになります。つまりこれ。イコールが入らない方が、じゃないと×になる。なぜかっていうと、これね、イコールが入った時の意味っていうのは、 500の方が大きいですよ。ただし、イコールも入る。つまり、同じになることもありますよっていうマークなの、これ。小なりイコールって言うんだけど。この 5A プラス B と500。買ったお金、買った値段と出したお金が同じになることがありますよって意味なのね。そうすると、同じになったらお釣りないんだわ。ぴったりだから。だから、お釣りがあるっていうことは、イコール入れらんないよねっていう。いいかな。これすごく最近よく見る。 このタイプの問題。だから、ぜひできるようにしておいてください。ちなみに、今、この解説、編集入ったなって気づいた方いると思うんですよね。すいません。あの、バッテリー落ちちゃって。あの、多分、繋げられてると思うんで、あの、み、皆さんが見てるってことは、あの、大丈夫だったってことなんですけど、すいません。ちょっとバッテリー落ちたんで、編集で繋ぎました。その部分。申し訳ない。よっしゃ。じゃあ、行きましょう。俺が一番テンパってしまった。で、次はですね、あの、問題文長かったんで、ね、ちょっと出しておきます。右とかの編集でね、問題文出しておくんですけど、 えっと、2種類の体験学習 AB がありましたと。で、生徒は絶対参加です。どっちかに。で、最初、AB の希望者が1対2だったんです。まあ、B のが人気だったわけね。で、そっから、14人の生徒が、ここからね、えー、っと、14人の生徒が B から A に希望を変えたと。そしたら、ここの比率が、5対7に変わりましたと。 その時、体験学習に参加する生徒の人数全員ね、人数は何人か求めなさいっていう問題。で、数学でさ、よく言われますけど、求めたいものを X にしなさいって言いますよね。だから、ここでもし、そのセオリーでいくと、人数、生徒の人数全部を X にすることになるんですが、そうするとちょっとめんどくさいんです。めんどくさい。じゃどうするかっていうと、今、A と B があるので、A のが少ないですよね。 少ない方の人数を X 人と置くといいですそうするとこっちが X 人なので1対2つまり B のが2倍だから B は2、X、人と置くことができます。で結局こっちが X 人こっちが2、X、人だから全体は3、X、人になりますよね。 っていう置き方をすするんですこっちを x って置いちゃうと3分の 1x3 分の 2x になるんです a と b がもちろんそれでも解けるんですけど分数嫌じゃない <laughs> 俺嫌なんですよ分数小数でできる限り出てこない方が計算ミスも増えるからね分数ってなので基本的にはこう少ない方 x って置いて 2x ってやっていった方がまあ楽かなと思います。で やることはこっから14人移動したので a の方つまり x の方は14人増えました対 2x の方 b は14人減ったのでこうですよね。A、B ですこいつが5対7になりましたって言ってる。じゃああとはこれ計算しようっていう比例式まあ比が入ってる式ね比例式はなかなか外外ですもしくは外外なかなかと覚えてください。 えー、中と中を掛け算します。つまりちゃんと書くと5と括弧つけてね 2x マイナス14イコール外と外7括弧 x プラス14とこうなる。あとは分配でやっていきましょう。10x こっちがマイナス70イコール7配ります。7x プラス98で、まあ、まとめようか。7x こっちに持ってきて計算すると 3x になります。 マイナス70向こうを持っていくとプラスに変わるので168になると。でね、いつもだったらさ、ここから3割るじゃん。3割って、x がえー、っと56人。<laughs> x が56だから、あ、a が56人か、b は2倍だから112人か、足して168人か、みたいなて全然いいんですけど、今さ、全体で求めたいのは 3x で分かってるから、あれ ?3x ちょうどあるじゃん。あ、じゃあこれじゃねっていうことでこれでもいいです。 人っていや,本当はやるんだよちゃんんとやるんだけどまあまあもし A の人数 A の参加元々の A の参加希望者だったらえーと56人かって書けば OK みたいな B だったら112人書けば OK みたいな。でまあまあそんなに出てこないと思うけど例えば変更後14人がね14人が変更後の A の希望者を求めなさいって言われたらここだよ。いいかい変更。 した後の A 変 A って書いてあるけどを求めなさいだったら、X、56って分かってるから 56+14 して70人かみたいなどこ聞かれても解けるからねこれだったらいいかな、まあ、今回の答えは168人なんでこんな感じでやってみてくださいよっしゃあと2問ですね で、y コール x 二乗について正しく述べたものを次の a, a からすべて選びなさい。すべて選びなさいっていうことは基本的に答えが複数あります。1個じゃないです。2個か3個。まあ、4個あることはほぼないですけど、2個。大体2個ですね。このパターンは。で、今ちょっとここに書いてないので、4択に関してはちょっと出しておきます。この辺に。4択。ええっと、a から行きましょう。 x の値が増加すると y の値も増加する。えっ、ー、と、得意な方は頭の中にこれ描けると思うのでいいんですけど、ちょっとね、こういう問題、うんって一瞬止まる方は必ず書きましょう。自分で。何が大事かって y コール x 二乗だよね。ってことは、下に凸つ、こう、上カーブよ。これさえ書いておけばいい。もうどのぐらいの開き方とかどうでもいいから。上から上に開いてない。これを逆に開いた場合間違っちゃうけど。いいかな。で、えっ、ー、と、x の値が増加すると y の値も増加する。ね。 増増ええててそううに見えるんですけど X のの加っていうのは右です右に行けば行くほどあ Y 増えてるって感じするんだけどこっちは減ってるんだよね減ってきてから増えていくつまりずっと増えてるわけではないのでだからあは違うと。で「い」グラフが「y」軸を対称の軸として「線対称」「y」軸ここですね」「ここで線対,対称」「線対称」ってあれね折った時にぴったり重なるってやつだから重なりますつまり「E は OK です。 です、まあ、絶対出てくるねこの変域の問題変域 X の変域書いておきましょうちょっとまあ変域はねこれじゃなくてもよく出てくるから、X、がかかららの時に、y、の変域が1から1から4ですかさあちょっと確認してみましょう変域を求める時っていうのは、X、がス1から2なので、X、がス1から2ってやって打ち上げ花火を打ちます。下に あったら打ち下げてください。打ち上げてぶつけます。ぶつかったところの間が使ってずれた。使っていいグラフです。この赤の部分、グラフのところの一番高いところと一番低いところをチェックします。一番高いところどこかっていうと、こっちじゃないね。こっちの方が高くなるね。2の方が。じゃあ2の時の y、ここいくつだ ?x が2の時の y。x が2だから2の2乗。y は4ですね。ここ4です。 で一番低いところはってここじゃないよね。ここです。原点。0通ってるから。だから y の変域は0から4になります。一番低いところ0だから。一番低いところがこっち。一番高いところが向こうです。変域の書き方は。だから違うんだよね。だからうも違うと。じゃあ絵が正解だろうなと思うけどもちゃんとやろう。 では x の値が、x がどんな値を取っても、y は大なりイコール0。つまり、y が0以上だね。0より大きい、大きいとかば以上、0も含めて。はい、この図を確認すると、絶対0。0より上にあるよね、y は。だから、a も正解になります。ということで、7番は、e、いと、a ですね。で、ラスト、中央値でございます。えーまあ、偶数個の中央値、よく出てきますね。 ハンドボールの、ハンドボール投げの結果が6人分並んでおります。え、中央値を求めるときは、まず、こいつらを小さい順に並べてください。いいかい小さい順に。並べていくと、一番ちっちゃいのは18です。18、20、23、25。で、26が2人いるんですけど、それもちゃんと書きます。こうなった。 で、中央値っていうのは、えっと、名前の通りです。一番中央にある、ど真ん中にある値、数字のことです。で、ただ、今、6人っていう、偶数人なんですよ。で、これをね、7と角度で数えていくと、1人、2人、3人で、ど真ん中がいないんだよね。もし、7人とか、5人とか、9人みたいな、奇数人だったら、ど真ん中決まります。あ、お前だねって。決まるんだけど、偶数人の時は、こいつとこいつの、ここです。 こここが中央値いいこの間ですじゃあここの出し方どうするかっていうとこの間になってるこの2人いるじゃんこいつらを足します足して2で割るのいいまあ23と25だからさあいった24でしょって分かる方多いと思うんだけどいいかい出し方としては足すで48だから2で割って24でメートルねつけて答えは中央値24メートルとこれで終了となります いいかな、まあ、中央値とかねよく最近これもね最近よく出てくるので是非や,やり方してればね簡単なんで覚えておいていただけたらと思います。はいということでえ今回もね「趣旨の第56弾」やらせていただきました是非ね、まあ、いつも言ってますけど、あのー、できなかった問題だけで構わないです不安だった問題だけで構わないので必ずね復習して次に類似問題もう類似問題絶対どっかで出会うからもしか本番か分からんけど出会うからその時によっしゃもらったと。 自信持って溶けたぜって思えるように復習してね、みんなの力にしてもらえたらと思います。はい、ということで次回ね、また死守第57弾やっていきますので、ぜひそっちの動画でお会いしましょう。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。